こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon に出品する際ですね、中古を出品することもあります。そんな時、ちょっと商品に問題がある場合ですね、画像を使って説明するとやりやすいです。で、画像を使った場合ですね、画像プラス文字、画像に文字を入れた方が説明は簡単なんで、その画像に文字を入れる方法をお知らせします。これ、ペイントを使った場合ですね、まずペイントの、このページでですね、文字はこの A となっている模写をクリックします。で、次に何色で入れるか、色ね、赤とか黄色、目立つ色で入れてください。色を選んでクリックします。そして文字を入れたい場所に、カーソルを持ってきて、こうクイッと開くとですね、文字を入れる窓ができます。そこに文字を書いてください。で、書いた文字はですね、この、矢印が4方向になっているこのマークにすると動かせますので、これで位置を調整します。あと文字の大きさなんかも調整できます。目立つようにね、誤解のないように分かりやすい写真と商品説明を心がけてください。で、具体的にこういう状態なんだけどどうするかというね、質問の方はお気軽にチャット枠の方にアップしてください。ご質問お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。